し合ったりして、でも僕らは昔から一つだと思ってます。文化もカルチャーも言語も違いますが、でもそれでも僕らはそれぞれの違いを認めて、それぞれの場所で平和に、そしてピースフルに、一人一人がしっかりと責任と愛を持って生きていけば、こんなことはならないと思ってます。今日来てくれた人たち、そんなことがなんとなく分かってる人たちだと僕は信じてます。僕らはこれからもそういった気持ちを前向きに、曲とライブと、そして皆さんたちと一緒に未来を築いていきたいと思ってます。韓国とか日本とか中国とか関係ないから。